コスパ最強のラーメンセットが食べられる中華料理店、気になりますよね。ナンバーワン餃子どころに行きましょう。このチャンネルでは47都道府県6000杯以上のラーメンを食べ歩いた私が、静岡県を中心に全国のラーメン店を紹介していきます。気になっていたけど入ったことのないお店や新店情報が気になるあなた、チャンネル登録をしていただけると励みになります。全国東京ラーメン食べ歩きバイ静岡人、ブログもよろしくね。 JR 東海道線焼津駅から車で6分、県道416号線沿いにある中華料理店、めちゃめちゃ目立つお店。店名もかなり特徴的です。古川港や磯自慢酒造の比較的近く。駅から向かうと、以前訪れた田舎風中華の石川の前を通り過ぎ、超人気ラーメン店伊田店本店の少し手前になります。もう少し進むと朝6時から営業していて、朝ラーメンが食べられるミンミンがありますね。素敵なラーメン店などが多数ある通りですね。この日行ったお店は以前ポーちゃんの食堂があった場所。行ったことはありませんでしたが、四川料理や中華料理などが食べられるお店でした。オーナーさんが変わったようですね。目の前の道路は比較的交通量が多いです。焼肉の金丸の向かいになります。駐車場は店の前と横にありました。外観は黒に黄色の文字で、店名が書いてあるのでかなり目立ちます。一度見たら忘れられない外観。静岡県焼津市東小川 3-1425-1。 店内は小上がり席とテーブル席があり、結構な広さです。券売機はなく、注文は口頭。かなり豊富なメニュー数。全体的に安いのですが、毎日お得セットと定食セットがかなりお得です。自家製のラー油などがあります。焼き餃子と台湾ラーメン。毎日お得セットになります。焼き餃子とチャーハンなどのご飯類、または数種類のラーメンから一品選びます。今回は焼き餃子と台湾ラーメンにしてみました。台湾ラーメンにはもやし、ひき肉、ニラ、青菜などが入っていました。スープは鶏ガラベースと思われ、醤油味でさらりとしたもの。ラー油が浮いていて、ところどころオレンジ色になっていました。辛くて刺激的な味わい。辛いですが私にとっては、ちょうど良い辛さ。台湾ラーメンの具材である唐辛子とニンニクを絡め炒めたひき肉は台湾ミンチと呼ばれ、味の決め手になっています。ひき肉は一粒一粒が結構大きめ、これが癖になるんですよね。
現在では台湾ミンチ肉は、カレーやきしめんなど、他分野の料理にも活用され、台湾カレーや台湾きしめん、台湾混ぜそばなどが考案されました。中太麺はツルツルしていて、シコシコとした歯ごたえ。黄色い色でいかにも中華麺という感じ。台湾ラーメンは、台湾料理を起源に持つ、日本発祥の麺料理。名古屋発祥で、いわゆる名古屋飯の一種になります。名古屋の超人気有名中華料理店、味仙で1971年に、初めて提供されました。私も味仙は行ったことがあります。店内は訪問時288席もありましたが、それでも満席で行列ができる光景に、びっくりした記憶があります。台湾ラーメンって、50年以上愛されているんですね。ひき肉がそこに沈んでいるので、レンゲですくっていただきます。穴開きレンゲがあれば、ありがたいのですが、餃子は羽根付きになっています。これだけ羽根がついている。餃子も珍しい。まずは酢胡椒でいただきます。パリパリした音をお聞きください。皮は少し厚めで、もちもちしていました。次は醤油と自家製ラー油で、自家製ラー油は、丁寧に作られているのがわかり、奥深い味わいでとても美味しい。餃子は肉多めな感じがしました。浜松餃子を食べることが多いので、新鮮な気持ちでいただけました。この餃子美味しいです。ところで餃子の皿に、テンハウと書かれているのに、気づきました。テンハウは静岡市内にあった、有名中華料理店。静岡市で昔から町中華が好きな人なら、一度は訪れていたであろう名店。まさかここでこのお皿に出会えるとは、奇跡の巡り合わせです。次回は定食セットを、食べてみたいですね。小鉢がたくさんあったり、ラーメンがいろいろ選べたりで、魅力的です。外観だけ見ると、餃子専門店のようにも見えますが、いろいろ安く食べられる、素敵なお店だと思いますよ。静岡県焼津市のナンバーワン餃子どころ、県道416号線沿いにある中華料理店。外観だけ見ると餃子専門店のようにも、見えますが、いろいろ安く食べられる。素敵なお店です。店内は小上がり席とテーブル席があり、結構な広さですね。かなり豊富なメニュー数？全体的に安いのですが、毎日お得セットと定食セットがかなりお得です。焼き餃子と台湾ラーメン。毎日お得セットになります。焼き餃子とチャーハンなどの、ご飯類または数種類のラーメンから、一品選びます。スープはラー油が浮いていて、オレンジ色になっていました。ちょうど良い辛さで美味しい。唐辛子とニンニクを絡め炒めた、ひき肉は台湾ミンチと呼ばれ、味の決め手になっています。中太麺はツルツルしていて、シコシコとした歯ごたえ。
パリパリ音が聞こえました。やや肉多めの餃子が美味しい。餃子の皿が静岡にあった中華の名店、天宝のものだったのには、びっくりしたのでした。